熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンが開幕し、昨シーズン以上に J1 昇格への期待と注目を集めるチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。5月13日、ロアッソ熊本はアウェーで大分トリニータとの試合に挑みました。ロアッソは前半12分に高い位置でボールを奪い、石川がゴールを決め先制。石川は今季7ゴール目となりました。しかし後半12分、同点に追いつかれてしまいます。最後までアグレッシブな熱い戦いを見せますが、引き分けとなりました。こんなにたくさんの応援に来てくれたんですね、勝って返せないというのはね、すごく残念です。次必ず勝って返せるように頑張りますので、ね、引き続き応援よろしくお願いいたします。5月17日、ロアッソ熊本はホームでベガルタ仙台との試合に挑みました。ロアッソは前半を0対0で折り返すと、後半開始早々に先制されてしまいます。ロアッソはその後猛攻を仕掛けますが、なかなかゴールを割ることはできません。そしてそのまま試合終了、0対1で敗戦となりました。平日のナイトゲームでしたけど、多くのサポーターの方々に足を運んでもらって、非常に力になりましたし、ただ勝ちを届けることができなかったので、次またホームゲームで勝てるようにまた準備したいと思います。そうですね、本当初スタメンでやっとここまで来れたっていう楽しみな気持ちでいっぱいだったんですけど、必ず勝ち点3を取る気持ちで、いい準備をしてきたつもりなんですけど、結果は 0-1 で負けてしまったし、個人としても自分の良さっていうのが全く出せずに終わってしまった90分なので、もう二度とこういうことがないように、次に向けてしっかり準備したいなと思います。連戦というところに不満はないですし、もう全員次に向けて切り替えられているので、いい準備をして、次必ず勝ち点3を取って熊本に帰っていきたいと思います。次の試合は今日行われるアウェーでの水戸ホーリーホック戦です。厳しい日程の中頑張るロアッソ熊本を応援しましょう。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちが、サッカーのことだけでなくプライベートなことまで自由にトークするコーナーです。今回もこの3人で投稿していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トークするのは前回に続きこちらの3人。ディフェンダーの黒木選手は安定感のあるプレーと熱い闘志でチームを支えています。ミッドフィルダーの東山選手は足元の技術が高い選手です。同じくミッドフィルダーの田辺選手は正確なキックでチャンスを作っています。昨シーズンから一緒にプレーする3人がトークするテーマはこちら。やっぱりうちの選手はみんな真面目やなと思いますね。ただもうちょっと貪欲さみたいな、そういったものはもっともっとあっていいかなと思いますね。自分が試合に出たいんだったらやっぱりもっとアピールするべきだと思うし、そういったものを表に出すっていうか、若いとか関係なく出していった方がいいと思うし、チームも絶対良くなるとは思いますね。めっちゃみんないいもの持ってるのに、 それもっと出さんかいと思いますよね。例えばベンチスタートだったらさ、監督がちらっ
とベンチンとか見た時にめちゃくちゃ大事にしてますね。それ一つでも全然違うと思う。大事って大事っす。俺が監督だったらパッでアップ上を見て達が例えばめっちゃダッシュしてたらよし達かおってなるもんな。なんか要求がちょっと少ないかもしれないですね、うん、練習の中での他の人のミスに対して、まあ、ちょっと強く言うことも必要だと思うし、でも言わないってことは、まあ、大木さんも言ってたけどちょっと楽してるっていうか自分も言われたくないから人に言えないっていうのがあるんで、うん、まあ、そこはちょっと自分に鞭打って言ってで自分も言われてっていう環境の方が自分もやるしかない状況になるしね。そういう状況を作った方がもっと良くなるかなっていう感じはあるけど。まだまだ続く本音トーク。俺ら一応なんか今練習前と練習後選手がまあ一言ずつ喋る3分トークみたいなやつあるんですけど、大体まあ選手はいろんな自分のエピソード話したりなんかその時感じてることとか、まあ、話したりするんですけど、サッカーのこととかね。そう、サッカーのこととか。パツも一番最初いい話してたもん、ね、俺全然来ると思ってなかったんだ。背番号中で1番から順番だと思ったんですけど、バカ気に入った。30番から逆に言うかもうすぐ3月も終わりますがから入った。桜のように頑張りましょうみたいな感じだったけど、僕たちも華やかに頑張りましょう。大崎は今大体1人2回ぐらい回ってきたんですけど、2回ともあいつ一発芸やってた。ただ俺らの前ではそんなになんか出さないもんね、まだね。そうっすね。でも誰が一番笑ってるかって言ったら大木さんが一番笑ってる。大木さんが一番好きだから。大崎の一発芸一番笑ってる。話はつきませんがここでトーク終了。次回はこちらの3人が本音でトークしてくれます。お楽しみに。ここでロアッソ熊本のホームゲームの情報です。明治安田生命 J2 リーグ第18節モンテディオ山形との試合が5月28日日曜日午後2時から、第20節清水エスパルスとの試合が6月11日日曜日午後7時から、それぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。5月28日のモンテディオ山形との試合ではサンクスマッチパートナーの RKKCS より来場者先着1万5000人にオリジナル T シャツのプレゼントがあります。また広瀬香美さんによるスペシャルライブも行われます。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。そして試合当日は混雑が予想されますので、スタジアムへは公共交通機関またはパーク&バスライドをご利用ください。パーク&バスライドは豊島ふれあい広場横のスペースから無料の送迎バスが出ます。こちらは事前に予約が必要です。また JR 熊本駅と光の森駅からシャトルバスの運行もあります。 JR 熊本駅からのシャトルバスのご利用には事前予約が必要です。 JR 光の森駅からは臨時シャトルバスが増便されます。パーク&バスライドとシャトルバスには利用特典もあります。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題に視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。前回の東山選手の宿題はまだまだ募集中です。皆さん挑戦してください。これが難しい人はこっち。みんなもやってみてね。番組で採用された方には2023ロアッソ熊本ホームゲーム QR チケット引き換え券 A 席ミックスをプレゼント。宿題の投稿期間は5月24日までです。ぜひ投稿してくださいね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック。ここで番組サポーターのアウトソーシングテクノロジーから視聴者プレゼントのお知らせです。
希望する選手のサイン入り T シャツを抽選で3人の方にプレゼントします。詳しくは番組公式ツイッターで。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。